はい、こんばんは。こんばんは、ハレリア。あらら。はい、こんばんは、ハレリア。こんばんは。ですね、延長しとかないといけないね。はい、延長します。OK、OK。はい、こんばんは。ですね、この写真はですね、秋姉さんが描いた新しいイエス様の絵だそうですね。最新の絵だそうです。秋姉さんが描いたですね。前のイエス様とちょっとニュアンスがちょっと違う感じがするんですけど、写真じゃなくて絵なんですよ。これ絵ですね。秋姉さんっていう方が描いた絵ですね。なんか今までのイエス様のイメージとちょっと違う感じがすると思うんですけど、秋姉さんの描いたイエス様、イエス様はね、白人じゃないですから、こういうアラブ系の、ね、毛深いですよね。毛深いです、アラブ系の。あ、にゃおこさんこんばんは、ハレルヤ。こんばんは。いや、ちょっと私の顔出しましょうね。私の顔出します。はい、ですね、今日はですね、皆さん、プロライフ中絶反対マーチ来てくださってありがとうございました。なんとかですね、なんとか完走しました。完走っていうか、もう途中でギブアップしそうでしたね。はい、そう、まあ、帰ってきてそんなに間もないんですけども、そうですね、まあやっぱりこの暑いのでね、やっぱりこう、そして私の場合パソコン持ってますから、パソコン持ってると結構ですね、きついんじゃないかなと思うんですけど、でも、ね、88歳の牧師とか77歳の方とか、みんな年配の方すごいですよね。私よりも元気っていう感じですけれども、フランス人の方のね、赤ちゃん可愛かったですね。ジャンヌちゃんっていうんでしょうかね、ジャンヌちゃんっていう赤ちゃん可愛かったですね。ペテロという赤ちゃんも可愛かったですね。ペテロという赤ちゃんね。はい、そうですね、今日のテーマはですね、中絶反対デモに参加したいということですが、汗を爽やかにかくキューちゃん素敵でした。 ありがとうございました。あんな風に汗をかく機会ってあんまりないですが、めったにああいう風に汗をかきませんが、本当は汗かいた方が本当は健康なんでしょうね。それではですね、皆さんに感想を聞きましょうか。一度感想聞きましたね、まあ、放送中感想聞いたんですけど、ペテロというのは石って意味だったかな、岩という意味だったでしょうか。あれはケパだったかな。ペテロはですね、シモンという名前もあるし、ケパという名前もあるし、確か岩という意味があったかな。それでは皆さん感想聞きましょう。中絶反対マーチを見た感想タイム、マーチフォアライフを見た感想タイム、スタート。
僕の体力のなさを実感した。今年は LTL メンバーがいなくてどうしたんだろうと思った。外人が多かった。そうですね、外人が、ね、多いですね。大変厳しい暑さの中、声を出して大変熾烈反対を掲げた様子をイエス様は見てくださっていると思いました。ハルさん、ありがとうございます。中絶の罪深さを知りました。暑い中、小さい命を守ろうと頑張っている方々を見て感動しました。正しい考えの人たちがたくさんいてよかった。日本国の中絶に対する姿勢は正しいと思った。老人や外人が多かったので、若い日本人にもっと参加してほしいです。胎児にも人権がある。胎児にも人権がある。そうですよ、人間、ちっちゃくても人間です。ちっちゃくても人間。放送を見てイエス様を信じたいと思いました。キューちゃんの言ってきていることは正しいと考えさせられる。ありがとうございます。もっと純血教育をしなければならないと思いました。年々予想が弱ってると実感しました。キュちゃんが倒れずにゴールできてよかった。ありがとうございます。あ、音楽忘れてましたね。すいません、ちょっと BGM を忘れてました。BGM 忘れました。あ、出てきましたね、BGM。キちゃん、感動ありがとう。9人の子供がいるキューちゃん牧師を尊敬します。性欲に溺れて子供を作り、下ろすことは罪深いことだと理解した。ハルさん、実はですね、私が9人子供をいるのは、まさにこの中絶反対の考えからなんですね。なぜかというと、なぜ中絶をするかというと、子供が欲しくないということでしょ。子供がいらないという考え方ですけど、私はですね、命はもちろん結婚してる場合ですよ。結婚してなかったら子供作っちゃいけないんですけどね、そういう性行為をしちゃいけないわけですけど、もし結婚しているならば子供が欲しいのは当たり前だと思うんですね。で、私は子供というのは、ね、結婚している中では望むべきだと、もう
3人いるからいらないとか4人いるからいらないとかそういうことじゃなくて、一人の命は尊いというふうに考えて、私は一人と祈って、神様に祈ってですね、9人与えられました。で、10人目も実は祈ったんですけど、10人目も祈りましたけど10人目は与えられませんでした。まあ、それは、まあ、妻がもうね、最後の子が45でしたから、もうちょっとかわいそうということではないかなと思うんですね。まあ、神様が命を与える、まあ、神様が命を与えるというふうに考えます。で、実はですね、最初の3人は、産婦人科で産んだんですけど、で、私はですね、中絶をする産婦人科の手で子供を、まあ、この取ってほしくないということで、4人目からはですね、助産院で産むようになりました。助産院でね。で、4人目、5人目、6人目が助産院で産みました。で、今度はですね、7年目からですね、自宅分娩ですね。7人目、8人目、9人目がですね、自宅分娩で産みました。なんかハードディスクがですね、なんか音がし始めましたね。ちょっとパソコンが壊れる可能性がありますね。ちょっとハードディスクが音を出してます。これはハードディスクが音出るとですね、壊れる可能性がありますので、もし急にですね、蹴ってみる、今叩いてみる。あ、ホーリーファイヤー。そうですね、祈ることが大事ですね。祈ることがですね、壊れないように祈りましょう。壊れないように祈りましょう。はい、それで何の話だったかな。そして、8人目と9人目はですね、私まあ、助産、お産婆さんですね、お産婆さんが間に合わなくて、私自分で取り上げたんですね。あ、 BGM 大きすぎる、 BGM が大きすぎる、ちょっと BGM が大きすぎるということで、8人目9人目はですね、お産婆さんが間に合わなくて、私自分で取り上げたんですね。そういうこと、これ大きいかな。BGM 大きいかな。はい。あ、すごい音がしてきた。大丈夫かな。こういう音がすると大体壊れるんですよね。まあ、壊れるまでやりましょう。皆さん途中で壊れたらね、壊れたら許してくださいね。壊れる可能性があります。それではですね、はい、あ、もう一つですね、私そのマーチの時にちょっと言いたいことがあったんですけども、ちょっと忘れちゃったんですね。それはどういうことかというとですね、今日はですね、海の日でしょ。あ、冷やしましょう冷やしましょう。今日は海の日ですよね。だから今日なぜマーチをやったかというと、海の日じゃなくて産みましょうの日、海の日ですね。中絶しないで産みましょうで海の日、ね。多分主催者はそのことを考えて今日に来たんじゃないかと思うんですけど、皆さん、赤ちゃんを産みましょう、海の日です。赤ちゃんを産みましょう、ね。
赤ちゃんを産みましょう。皆さんもですね、皆さんも中絶されないで大きくなったんですよ。皆さん、私も実はですね、何回も言いますが、私の母は私を中絶しようとしてたんですが、私が父親に、中絶をですね、やめるようにされて、結局私は中絶されないで生まれてきたんです。ですから本当に良かったですね。栗山さんも行かれたみたいですね。栗山さん、実際間際で見ていて、神様からもらった命、神様の子を授かるのに不貧困までして、神様の子を得るのではなくて本当に神様の子を得たいと思い、もっと清く生きていこうと感じさせられました。私の母がですね、中絶やめなさいということで、結局母は私は中絶をやめたんですね。ですから私もですね、中絶されかかったわけですね。まあ、神様、イエス様のおかげだと思うんですが、イエス様のおかげで私も中絶免れましたけど、実は皆さんも中絶される可能性はあったはずなんですね。皆さんも中絶されないで生まれてきたんですよ。皆さん良かったでしょ。皆さん中絶されてたら皆さん生まれてこなかったんですよ。中絶されないで生まれてこれたんですから、それはイエス様のおかげだと思いましょうね。イエス様のおかげ。あ、何か いいソフトをなんか教えてくれてますね。ハードディスク、音直りました。繰り返しになりますけど、結局中絶のですね、原因は不貧困が多いわけですね。不貧困、つまり多くの人はですね、そういう性行為をですね、結婚外でしてしまう。神様のその秩序はですね、結婚内だったら OK なんですね。結婚内だったら OK だけど、結婚外はダメなんです。それは、結局、結婚という制度をですね、結婚制度を作ったのは神様ですからね。結婚制度を破壊するということですね。よく浮気して離婚する人が多いでしょ。浮気すると大体離婚になっちゃうんですけど、それはやっぱり浮気というのがまず不貧困ですよね。で、不貧困すると離婚になります。また多くの人はですね、結婚前に遊んでね、結婚前に遊んだ結果呪われて結婚生活がそのうまくいかない、結婚生活がもう破綻する。それもですね、結局は婚前交渉ですね、婚前交渉の呪いがあるんですね。ですから皆さん、皆さんはそのいい結婚したいなら、結婚しなくてもいいんですよ。結婚しなくてもいいんですけど、いい結婚したいならば純潔を守りましょう。そして信仰結婚ですよ。純潔プラス信仰結婚、純潔プラス信仰結婚、それがですね、いい結婚の秘訣です。キューちゃんこんばんは。お昼のでもよかったです。油注ぎたくさんいただきました。菊池さん、ありがとうございました、皆さんの応援本当にありがとうございます。持ってきました。これくれるんですよ。困った妊娠でも産んでよかったとみんな言って、
困った妊娠でもラブライフラブライフ3ヶ月の赤ちゃん3ヶ月の赤ちゃん要するに中絶ぐらいの赤ちゃん皆さんこのぐらいもうちゃんと人間的でしょもうこんな子をですね殺しちゃうってどうですか皆さん手も足もちゃんとしてるじゃないですかね手も足もねもう足なんかもねこの子にちゃんとあるんですよねえ足このちゃんと足5本の指があるんですよ5本の指ねこれ実物3ヶ月の実物大ですけどこの赤ちゃんをですねこれバッジですねバッジ、もうちゃんとした人間ですちゃんとした人間ですね6つのこれあの胎児の人権宣言ですね。ジュランサンさんこんばんは。ジュランサンさんこんばんは。ジュランサンさんこんばんは。はい。ちょっとあのアナウンスですけどですね、明日の朝ですね。明日の朝もし雨でなければですね、自転車配信をする予定ですね。自転車配信ですね。で申し訳ないんですけど、またちょっと YouTube の方、YouTube ライブの方はちょっと明日ごめんなさいできないので、ニコ生だけになっちゃうんですね。YouTube の方々ごめんなさいね。で明日の朝は自転車配信をニコ生だけでやります。ごめんなさい。菊池さん、キュウちゃんは中絶を経験したからこそ悲惨さを罪を理解し、皆さんの同じ過ちをしてほしくないから伝道しているのです。その通りですよ。その通りです。ね、私が経験して、それはとんでもないことだということで。ね、それを皆さんに、伝える責任がある、ね、伝える責任があるということで、自分の過去を正直に告白して罪の重さを教えてくれてありがとうございます。ハルさん、アメン、アメン、アメン。今日のですね、デモに出た方でやはり私と同じようにそういう経験者がいると思います。やはりですね、そういう経験してイエス様に罪が許されたからこそ、ジュナさん明日水曜日ですよね、火曜日か、明日ツイキャスもないです。明日自転車に乗るのでニコ生だけなんです。ごめんなさい。僕も母親に DV してだからこそ暴力や戦争はいけないと気をつけたのです。菊池さん、アメン、アメン、アメン。そうですね、多く許されたものは多く愛する、多く許されたものは多く愛する。私たちは自分の罪を許されたからこそ、自分の罪を許されたからこそね、多く、愛したいですね、イエス様に多くの罪を許されたからこそ、多くの罪を許されたからこそイエス様を多く愛したい、イエス様を多く愛したい。皆さん、人生はそういうことなんです。人生はイエス様に愛され、イエス様を愛することです。キュウちゃん、自転車乗るときヘルメットしますか？いや、しない。ヘルメットしない。した方が良さそうですね。ヘルメットした方がいいかもしれないけど、ちょっと暑そうだな。
まあちょっと考えてみますが、あの次郎さんさん、近くの教会行ってもいいですか？あのカリスマは探してあげますよ。カリスマの教会探してあげます。菊池さん、危ないかもしれないのでした方がいいです。暑いですからね。そうですね、本来はね、あの自転車だってあのヘルメットした方がいいんですよ本当はね、うん、バイク用しかないんですけど、どうしましょうかね。バイク用でもした方がいいですかね。した方がいいです。みなとさん、こんばんは。昨日は、夕方兄弟会のバーベキューの後に早速礼拝動画を見ました。当教会は主食、LTL 動画はデザートありがとうございます。みなとさんはあの自分の教会の礼拝の後、私の、礼拝メッセージも聞いてくださったそうで嬉しいですね。はい、その中絶の原因はですね、その不貧困、その不貧困が原因です。で、僕にとってキューちゃんの放送はディナーです。ありがとうございます。そして、結局皆さん、不貧困の罪よりも殺人の罪の方が重いんですね。不貧困の罪よりも殺人の罪が重い。つまり不妊行をしたという結果、妊娠するわけです。そして妊娠したということを通して、もう育てられないということで手術してしまうんですが、結局不妊行の罪を悔い改めないからこそ今度は殺人というもっと大きな罪を犯してしまうんですね。神様の言いたいことは、罪を重ねてしまうということであります。神様は人間の罪をですね、この、人間の罪を教えたい。人間は本当に神様に対して罪があるんです。人間には罪があるんだということを教えるために、あ、BGM 大きすぎる。BGM 大きすぎる。ちょっとごめんなさい。じゃあ BGM ちょっと小さくしましょう。はい、ちょっと BGM 大きいようですね。はい。このぐらいでどうでしょうかね。OK。神様はですね、結局一人一人の人間とね、こう関わりたいわけですね。神様は皆さんを愛しているので、皆さんと信頼関係を欲しいわけです。で、その神様と断絶していることが罪です。神様と、ね、正しい関係がないことが罪なんですね。もし育てられない場合は教会に預けるという方法もありますか。あの小さな命を守る会という会がありましてね、その小さな命を守る会で、あの赤ちゃんを引き取ってくれますね。
赤ちゃんを引き取ってもらいます。自分で育てられない場合にはあの会がですね、その守る会が赤ちゃんを養子に出してくれますね。私もあの2人の赤ちゃんを引き取りました。吉尾さん、バイク配信の時みたいにヘルメットにカメラをつけて配信したら どうでしょうか。いや、明日はですね、明日はスマホで配信する予定です。スマホですね、あの自転車にスマホをつけるのを買いましたので、その自転車にスマホをつけて、まあ、できるかどうかは分かりませんが、一応やるだけやってみようかなと思います。菊池さん、今月僕もスマホを買う予定です。そうですか。私のスマホは自分で踏んづけて割れております。自分で、スマホを踏んで落として踏んでですね、割れております。それではあの角部行きましょうね。角部、胎児の命を、胎児の命を、守ろう角部。胎児を殺してはいけない。胎児は尊い命。神様が愛している、神様が愛している私たちと同じ命、胎児の命を守ろう角部。胎児の命を守ろう角部。この角部はすごいこう体力がいるんですよね。あの小さい時の角部は簡単にあまり疲れないんですけど、この角部はすごく疲れるというか、あまり長く吹けないという、そういう感じですね。まあ、いろんな角部があるんでしょうね。あ、それからもう一回皆さんちょっとね、マザーテレサのキーホルダー、マザーテレサはですね、これ偶像にしちゃいけないね、偶像にしちゃいけないですけど、これあのマザーテレサはですね、中絶反対をしてましたね。中絶反対ですね。はい、それでは明石タイムいきましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて。人間の命は尊いということが分かった証し、イエス様を信じて。中絶というのは、とんでもないことなんだ。中絶というのは一人の尊い命を、殺すことなんだということが分かった証し、イエス様を信じて、イエス様を信じて。自分の命も大事ならば、どんな人の命も大事である。どんな人の命も大事だということが分かった証し、スタート。僕は純潔でよかったんだと分かった。
キューちゃんの放送を見て、子供を産ませてよと言えた。菊池さん、中絶は殺人だと分かった。イエス様のおかげで中絶をやめたよ。純潔は恥ずかしくない、胸を張ろう、春さん。みんなに言いたい、中絶はいけません。他じゃ教えてくれないことを知れて、この放送に感謝する。アメン。学校では中絶は悪いことなどだと教えないので最悪だと思った。夏祭りのポスターの右側にキューちゃんにいた人が映ってます。まだ見たことないから分かんない。節子さん、私は子宮がないので胎児は神様からの贈り物だと感じます。節子さん、アメン。アメン。ニコナロの184コメント制度が配信なので、これを機に申告コメントを書いて。あ、そうですか。うわー、ハレリア、素晴らしい。ハルさん、いつからですか。いつからなくなるんでしょうか。素晴らしい。これはすごいことですよ。ニコ生が変わりますね。ニコ生が変わりますね。10月から。ああ、じゃあ楽しみですね。素晴らしい。それはあのニコ生は良くなりますよ。運営に近い生主が暴露してました。素晴らしい。私はね、いいことだと思いますね。やっぱり184はちょっと無責任になりますからね。で、184がなかったら非常に良くなると思いますね。あ、横山さんが言ってた。横山さんが言ってた。もしも実現しなくても、ドワンゴではこのような方向性、そうですね、そういう方向性だといいですね。キューちゃんの進行が影響して184廃止濁いたのかもしれません。神様が働いています。神様が働いています。私たちの祈りを叶えてくれています。私たちの祈りを叶えてくれています。神様生きておられます。神様生きていて私たちの願いを叶えてくれます。神様は私たちの願いを叶えてくれます。ちのんさんさん、 YouTube ライブでもいいと思った。中絶は残酷で恐ろしいことだと理解できました。菊池さん、十字架を見せていただけないでしょうか。十字架見てください。
YouTube で中絶の動画を見ましたが恐ろしかったです。赤い十字架、涙が出てきます。赤い十字架、涙が出てきます。キューちゃん、後ろに虹のポスターがありますが、虹もイエス様と関連ありますか？ありますよ、ありますよ。虹はですね、まあ、イエス様の、契約っていうか、イエス様の契約を表します、ね、イエス様の契約を表します。イエス・キリストに会って永遠の命がもらえる、イエス・キリストに会って永遠の命がもらえるという、契約を表します、まあ、実際には旧約ではですね、ノアの洪水の時にね、神様がもう洪水では滅ぼさないという約束の印なんですが、まあ、それは結局イエス様の予言、イエス様の約束の予言だと思います。まあ、同性愛のマークが虹になってしまっていますが、まあ、それはですね、ちょっと皮肉な感じがしますけど、あれはイエス様の契約を表します。レインボーカラーですね。はい、証しはもうそれで終わりでしょうか？証しはもうないかな。それではですね、まあ、結局ですね、中絶の問題は、中絶の問題は不貧困がいけないという問題。不貧困、不貧困っていうのは婚前交渉のことですが、不貧困が いけないという問題と、それから命の尊さの問題ですね。人間の命は尊いんだ、人間の命はとてもとても尊いんだということです。そして命が尊いということの中で、その暴力暴言も良くないということが分かるし、いじめとかパワハラも良くないということが分かります。つまり中絶問題というのは、中絶問題というのはまさに罪の問題だということですね。罪の問題、中絶問題を通して私たちは罪を理解する必要があります。私も自分の中絶のことで自分の罪がよく分かったんですね。自分の罪の大きさ、自分の罪の大きさが本当に重かったんですね。なかなか普通ですね、罪の大きさが分からないんですよ。多くの人は自分には罪がない、自分には罪がないと多くの人は思ってるんですよ。ところがですね、皆さん、人間の罪ってものすごく重いんですね。ものすごく重いんです。ものすごく重い。普段あまり感じないかもしれない、普段感じないかもしれないけど、人間の罪っていうのはものすごく重いんです。ですから多くの人が苦しんでるのは荷物、罪という荷物を背負ってるからですね。罪という重荷を背負ってるから、だからイエス様を信じるとね、うわあ、イエス様を信じると、ああ解放だ、楽だ、ああもう全然楽だと、そういう風になるんですよ。本当に皆さんの中でですね、イエス様を信じたらすごい楽になった方いると思いますよ。ああこんなに楽になった、ね、ああ重荷がなくなった、
そう思う方いると思います。信仰に目覚め、自分の罪に気づいた時に涙し、イエス様に悔い改めました。菊池さん素晴らしい。ですから皆さん、自分の罪に気づきましょう。自分の罪に気づくんです。にゃおこさん、この世を普通に生きること、罪だらけです。この世を普通に生きると罪だらけ、そうですよね、罪だらけですよ。ですから罪のない生き方をすることがどれほど素晴らしいか、罪のない生き方をするってものすごい素晴らしいことなんですね。素晴らしいことなんです。罪のない生き方、すごい素晴らしいことです。ぜひ皆さん、罪のない生き方、ね、罪のない生き方をちょっと、考えてみましょうね、罪のない生き方を考えてみましょう。それではですね、どうしましょうかね。罪のない人生はすごく楽です。皆さんも体験してほしい。菊池さん、人生は2つの生き方がしかないんですね。2つの生き方、罪のうちを歩む生き方と、罪が許されて、罪が許されて神の子として生きる生き方、ね、罪の中を生きる生き方と、それから神様と共に生きる生き方、二つの道しかない。本当なんですよ皆さん。人間というのはたった二つの道しかないんですよ。二つの道しか生きる道はないんです。菊池さん、まず笑顔が増えた気がします。アメン。2つしかないんです。地獄に行く道と天国に行く道、闇の道と光の道と、2つしかないんです。ぜひ皆さん、ぜひ皆さん、イエスキリストに会って神の子として歩みましょう。神の子として歩みましょう。この世は罪で身動きが取れなくなっていますね。この世は罪で身動きが取れなくなっていますね。そうですよ。多くの人はもうがんじがらめ、もう罪の重荷で潰れています。皆さん潰れている方いませんか。重荷が重くて潰れてる方いませんか。それは罪の重荷です。その重荷をイエス様が取ってくれるんです。イエス様がその、罪の重荷を取ってくれます。にゃおこさん、頼れる方を知りました。ジョナサンさん、主が共におられると思った。アメン。吉尾さん、奇跡は起こりました。悪いことをすべてやめられました。アメン。素晴らしい。奇跡が起こりました。悪いことをやめれた。皆さん、人生というのは、ね、イエス・キリストにあって良いことをして、良いことをするのが、人生なんです。神様に栄光を返すことが人生なんです。イエス様と結婚できるように祈っています。節子さん、イエス様と結婚できるように祈っています。素晴らしい。悪いことをすることが人生じゃないんです。悪いことをすることが人生じゃないんです、ね、良いことをすることが人生なんですね。菊池さん、イエス様は常に我々を見ています。そうですね、いつも私たちはイエス様に、見守られていますよ。マリンさん、菊池さんが言うようにイエス様を信じたら笑顔が確かに増えました、イエス様を信じたら笑顔は確かに増えました。
素晴らしい。悪いことをする人生より良いことをする人生を歩みたい。菊池さん、悪いことをする人生より良いことをする人生を歩みたい。そうですね。吉尾さん、キューちゃんが中絶の罪を犯したときはノンクリスチャンだったんですか？はい、ノンクリスチャンでした。来週の金土は、夏祭り対抗配信ですが、土曜日の方はですね、まあ、ヨさんが来てくれる予定です。まあ実際来てくるかどうかちょっと分かりませんが、一応そういう予定です。菊池さん、もうキューちゃんの中絶の罪は許されていますよ。アメンアメン。私も、それを信じます。許されてると信じます。あまりにも重かったですね。あまりにも重かったです。はい、皆さん、人間の命が尊いと信じましょう。あの進化論から来るとね、人間の命は、猿に毛が生えた、人間は猿に毛が生えたぐらいだと、人間は動物並みになっちゃうんですね。進化論の弊害ですね。進化論の弊害です。しかし人間は 猿に毛が3本生えたのが人間ではないんです。猿は猿です。人間は人間です。人間は猿に似てるんじゃなくて神様。僕も母親に今まで暴力を振るってごめんと謝ったら涙して喜んでくれました。ああ、よかったですね。アメン。素晴らしい、素晴らしい。ジュランさんさん、クリスチャンとクリスチャンが結婚を信仰結婚ですよね。そうですね、しかしですね、ある程度成熟したクリスチャンと成熟したクリスチャンなんですね。初心者のクリスチャンはちょっとまずいんですね。初心者じゃダメなんです。ある程度、ね、許せるように忍耐できるように、ある程度の信仰が必要です。ある程度の信仰が必要です。皆さん、ですから人間は神様に似せて尊いのです。人間は尊いのです。あなたは高価で尊い、あなたは高価で尊い。人間はですね、人間はイエス・キリストを信じると神の子になれるんですね。イエス・キリストを信じると神の子になります。私たちは暴力もいけません、暴言もいけません、いじめもダメです、パワハラもダメです。私たちは誰に対しても敬意を払い、誰に対しても敬意を払い、自分の敵も愛しましょう、ね、自分の敵も愛し、差別もダメです、軽蔑もダメです。罪というのは、結局は罪というのはイエス様を拒絶するだけじゃなくて人間も拒絶するということですね。ぜひ皆さん、中絶の問題を通して人間の罪を理解しましょう。
手術を通して人間の罪を理解しましょう。皆さんはこれから誰かを見るとき、尊い存在、尊い神様に似せて作られた、存在として、皆さん、その、人間を尊びましょう。そして、胎児のように小さくても、胎児のように小さくても人間なんだ、人間なんだ、人間なんだ。手術してはいけない。神様が作られた、神様が愛している人間を小さくても殺してはいけないんだ、小さくても殺してはいけないんだということを理解しましょう。招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今日のマーチや夜の放送を聞いて、ああ人間の命は尊いんだ、人間の命は尊いんだ、不貧困をしないで、不貧困をしないで純潔を守り、そしてこれからはどんな人をも尊ぼう、どんな人をも尊ぼう、暴力暴言はしない、悪いことはもうとんでもない、人間に悪い言葉を言ってはいけない、人間を悪口を言ってはいけない、軽蔑してはいけない、敵をも愛さなければならない、敵をも愛そう、人間の命がとてもとてもとても尊いということが分かった、これからはそういう生き方をしよう、イエス様を信じて、イエス様を信じてこれからはそういう生き方をしようと決心する人、アメンと言ってください。アメン。これからはもう暴力もしない、暴言も言わない、悪口は言わない、いじめはしない、誰に対しても、命を尊び、その人の尊厳を、尊び、人間を尊ぼうと思う方、決心する方、アメンと言ってください。アメン、アメン。これからは人間を人間として思って、人間を本当に貶めないようにしようと思う方、人間を傷つけないようと思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン。天のお父様、感謝します。地絶問題を通して人間の罪が見えてきます。地絶問題を通して人間の罪が見えてきます。社会の問題はイエス様を信じないがために人間を拒絶し、人間の生命を軽んじるという生命軽視につながります。どうぞアメンと言った方々がこれから人生が変わり、これからはもう本当にどんな人をも愛し、どんな人に対しても、敬意を持ち、敵でさえも愛するような、生命感を持つことができますように、人間感を持つことができますように、どうぞ世界中の中絶が減っていきますように、世界中の中絶が減っていきますように、幼児虐待が減っていきますように、いじめが減っていきますように、いじめが減っていきますように、パワハラが減ってきますように、多くの人が互いに尊び合い、愛し合うことができますように、神の国が来ますように、神の国が来ますように、神の国が来ますように、イエス様どうぞ、あなたの愛による社会、あなたの愛によって愛し合う社会が来ますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。それじゃあ皆さん、また明日の朝はですね、自転車配信、シャローム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 。